MLB、ドジャース、パドレス、日本時間26日、ロサンゼルス、ドジャース大谷翔平投手が25日、日本時間26日、本拠地パドレス戦に、1番、指名打者で出場。今季56個目の盗塁を決め、イチロー氏の持つ日本選手最多に並んだ。これで更新し続けるメジャー記録を、53本塁打 &56 盗塁、53から56、とした。 大谷のスピードに本拠地のファンが大歓声を送った。第2打席で出塁すると颯爽と今季56個目の盗塁を決め、ついにイチローが持つ2001年のシーズン56盗塁に並んだ。シーズン57ペースとして、レジェンド・声もついに現実味を帯びてきた。7月23日、同24日の本拠地ジャイアンツ戦から33回連続で盗塁成功。 アウトになったのは4度だけで、成功率は93.3%になった。初回の第1打席は死球で出塁したが、盗塁を試みる機会はなかった。3回の第2打席は見逃し三振だった。4回2し1・2塁の第3打席では衝撃のパワーを披露していた。打った瞬間にフェンスを直撃している当たりで、打球初速116.8マイル、約188キロ。 飛距離363フィート、約110年6月メートルの超速二塁打だった。スタンドからは大きな MVP コールが湧き起こり、今季124打点とした。スピードだけでなく、パワーでもファンを魅了する大谷。53から56からどれだけ数字を伸ばすのか、ファンの期待は膨らむばかりだ。